まあ、やこうバスはほんまもう、まあ、基本的に前列が男性、後ろが女性って分かれてんねんけど。うん、分かれてる分かれてる。だいたい。いや、そんなん、だって、知らん男の人と隣り合って嫌やろ。女の人が。男性、女性で分かれてん,んたまにその、男女で隣同士で育ってるのは、だいたいカップルとか。 なんかペチャクチャペチャクチャ喋ゃるようになカップルが目の前で消灯時間になってでも喋るから俺そいつらに「あのうっさいっす」っつって「消灯時間なんで待ってください」っつって言ってぶち切れたマジでそいつらその後一個も喋らなくなったわ ままあまあ誰が言わなきゃさああいうのってさ誰が言わなあかんやん、まあ、まあ内心ビクビクでした、はい、<laughs> 正直ね正直そうやっていうふうに言ったせいで心臓が高鳴ってしまって余計眠れんくなった 寝るの邪魔やから黙らしたのに、余計寝なくなったわ。